皆さんこんにちは。私はマイスタージャパン代表の野瀬健介です。マイスタージャパンは慢性疾患の分野においてエキスパート患者の知恵とノウハウを発信することをコンセプトとし、ウェブやメールマガジンを中心に活動を行っている非営利の患者団体です。そして今回マイスタージャパンではその活動の一環として11月14日の世界糖尿病デーに合わせ、ブルーライトアップを楽しむ夕べというイベントを企画しました。このイベントは糖尿病になってから今までと同じように外食を楽しむことができないと感じておられる糖尿病患者の皆さんのために開催するものです。私自身糖尿病を発症してからはもう以前と同じように食事を楽しむことはできないのではないかと思っていた時期がありました。しかし食事における判断能力を身につけ、判断に必要な食事情報を手に入れることによって食事を美味しく楽しく食べられるようになり、普通の生活を取り戻すための大きなきっかけとなりました。食べたい食事もほんの少しの考え方、ほんのちょっとした工夫を加えるだけで糖尿病患者であっても普通の生活ができる、そのことを皆さんに実感していただきたいと思っています。加えてこのブルーライトアップを楽しむ夕べが糖尿病患者の家族・友人の方にとっても患者に寄り添うために必要な知識とノウハウを得られる、そうした場にしてもらえればと思っています。私は一型糖尿病を発症して25年になりますが、今もなんとかやっていけているのはまず第一に専門の医師による親身で的確なサポートのおかげであり、第二に同じ1型糖尿病の患者の皆さんからいただいたノウハウや情報があるからこそです。そして第三に忘れてならないのは周囲の家族や友人による理解です。その3つが自分の日常生活を支える貴重なツールであり、心の大きな拠り所となっているのです。11月10日の10日土曜日の横浜、そして11月14日水曜日の名古屋で糖尿病を克服するためのシンボルカラーであるブルーにライトアップされたモニュメントを眺めながら、皆さんで一緒に食事を楽しみませんか？横浜会場ではカーボカウントに関する本や、大別カフェで有名な東京衛生病院糖尿病内科の杉本正武医師に、そして野ヶ谷会場ではエバーグリーンやつぼみの会などで患者サポートを積極的に推進しているソレイユちぐさクリニック木村那智医師にそれぞれお越しいただくことになっています。どちらのドクターも患者さん自身が主治医となって積極的な人生を楽しんでほしいと願う我々患者の良き理解者であり心強い味方です。このブルーライトアップを楽しむ夕べ、ワクワクと楽しく心弾む食事会としたいので、一人でも多くの皆さんのお越しをお待ちしております。